今回 の出た銀狼のオーガなんですけど、このオーガシリーズでですね、一番シリーズの中で最も、こだわりのシリーズといったところでですね、見ていただいたところ、一番今回変わっているのがこの、ちょっと見えますかね、穂先がオレンジのトップになってます。これ何がいいかっていうと、やっぱり今チヌ釣りで流行ってるシズメサグリ釣りなんかはもう結構もう沈んだ瞬間に浮きもある程度も馴染んで見えなくなるんですけど、そうなった時に糸で当たりを取るっていうのが主流なんですけど、基本的に糸っていうのは細いんで見づらいっていうのもあります。なのでその時にチヌ竿っていうのはよりそこから張ってですね、自分で餌を操作する動作がありまして、その時に穂先でものすごく当たりを取りやすいっていう、そういうメリットがあります。これ特に水潮であったり、あとはちょっとバッドコンディションなさらしが出てる時なんかもすごいやっぱオレンジっていうのは見やすいんで、これで当たりをしっかり取れる。で曲がった時もですね、これすごい胴まで1番2番3番4番っていう順番にしっかり入ってパワーを出していく、各節を、それぞれ使うので、チヌがより暴れにくくて、なおかつその暴れてもこっちを向いて起こして、で平行状態を作るといった動作もすごいこのオートマチックにできるような、そういう調子になってますので非常に使いやすいです。あとはスクリューシートですね。この凹凸を一切なくしてるんですけど、握った時にもちろん素手でもいいですし、グローブしてもしっかり握れて、なおかつその使いやすい、そういったエアセンサーシート、これもついてますんで、あともう外観なんかはもうこれはもうすごいもう見た感じの通りですね、すごくかっこよくできてますんで、これはもうぜひよろしくお願いいたします。